長方形になるように縦に半分に折って折り目を入れて広げます。長方形になるように横に半分に折って折り目を入れて広げます。すべての角を中心に合わせるように三角に折ります。長方形になるように横に3等分に折って折り目を入れて広げます。真ん中の上と下の角を広げます。縦に3等分に折って折り目を入れて広げます。左右の角をつまむようにして起こすように折ってから内側に折り込んで底を整えます。反対も左右の角をつまむようにして起こすように折ってから内側に折り込んで底を整えます。厚めの紙を折り紙の底の大きさに合わせて切って敷きます。すべての角を左下に合わせるように折りたたみます。